朝になって日が昇り、夕べになれば日が沈む。そういうふうに決まっているなら、そりゃ仕方ないよ。でもはっきり決まってないこと、少なくないはず。西へ行くか、東へ行くか、それとも南か、はたまた北か。ぐる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 巡り巡って逆戻り。つまり、そういうこと。どうなるかわからないうちに、先のことを決めつけないことさ。明日は明日の風が吹く。吹く前に決めつけてどうするってね。